佐賀市三瀬村にあるどんぐり村は、新型コロナウイルスの影響で先月9日から臨時休園していましたが、今月21日に再開。どんぐり村で暮らしている動物たちは元気いっぱいです。今月24日、4年ぶりにミニチュアホースの赤ちゃんが誕生しました。名前はキャップ、男の子です。お母さんのマロンも15年前にどんぐり村で生まれました。しっかりとした足取りで元気よくですね、でもおっぱいも飲んでたので、いや、よかったというふうに安心すると同時にですね、嬉しかったですね。元気よくみんなを笑顔にさせてくれるような優しいお馬さんになってくれたらなと思います。キャップは1歳になるまでお母さんと親子水入らずで過ごすということです。